oh mm -hmm. いくらお兄を養うと言っても、それはまずいかな。一人暮らしするかはさておき、実家住まいのままでも、自立はしたい。癒したくはないけど、365日引きこもるのが危険なのは理解できる。ま、さすがに1年の半分は家でとかないとまずいよね。ふふふ。つっても俺も、リモートワークの仕事だとしたら、365日のうち1ヶ月ぐらいしか家から出る機会ないと思うけど、一般社会に馴染めるかは微妙だけど、なんとか細々と生きてみると言いつ,つ、つ結局はまだまだ日和のすねをかじると思うけど、まあ、少なくともあと1年半は安泰だね。<laughs> これは安泰って言っちゃうのはクソすぎるのかもしんないけど。 頑丈だよローキックだって大手のものだねシュッシュシュシュはどこの効果を <laughs> ジャブじゃんそれは <laughs> ローキックがシュッシュのスピードで出てきたら怖いわ <laughs> お前キックボクサー目指すよ夜は天井に向けて伸ばした足をブンブンと振ったローキックのつもりみたいだけどシンクロナイズドスイーミングにしか見えなかったいやこれで浴衣だったらスラルと伸びた太ももが拝めたんだけどな <laughs> てめえ何ねまあ、聞きてんだよ、うん、お兄がまだまだ私に甘える気でいてくれて安心した一人で寂しい夕方 いや、重いわ。<laughs> 他のルートがもう決定事項となってしまってる今、すごく重く捉えられてしまうわ。<laughs> 割と早い気がするな。日和の寂しい、夕ご飯タイムが始まるのはい,いや、そんなに寂しいなら、俺がいない日は誰か家に呼ぼう。ニキさんでも、時はでもいい。まあ、俺が家にいない日、ないけど。<laughs> <laughs> じゃあ、呼びようがねえじゃねえか <laughs>。まあ、ある意味、これで日和が寂しい夕ご飯を食べることはなくなるけどさ。の恋人人私とと一緒にご飯食べてくれる人だいいいないや、さすがにそうじゃないと困るよね <laughs>。これで妹大嫌いな奴が主人公の恋人になった赤月には、まじ日和、成人迎える前に首吊りそうだもんな <laughs>。食べてくれると思うけど、その絶対的な俺に恋人ができる自信がどこから来るのか知りたい。この鬼、世間ではあまり人気ないぞ。あ、世間で人気なくても生徒会で人気あるから大丈夫なんだって <laughs>。 それに、お前にとっての世間なんて、あの生徒会だけだろ、どうせ。<laughs> だから、その時は、私が養う。いや、日和としては結構複雑よね、今。お兄ちゃんにリア充になってほしいのか、エリアになってほしいのか、揺らいでる部分で、そんなに一人が不安なのか、それともこのお兄を見捨てることができないのか、日和の意図が読めない。まあ、自分自身も多分読めてないよ。<laughs> 自分自身でもどういう選択を取ればいいのか分かってないからこそ、こうやって悩み続けてんだよ、日和は。一人の老後が寂しいからだよ。あ、もはや老後まで未来を想像し始めた。<laughs> さっきまで50歳だったじゃん <laughs>。 <laughs> そんな先々の心配ばっかしてないで。まずは高校をちゃんと卒業できるか。目先の未来に心配しろよ。それが本音なのか微妙だけど、日和にそうだと言われては、何度尋ねても同じ答えが返ってくるだろうから、追求はせずに置いた。これだけ長く共に暮らしていても、真意がつかめないのだから、家族といえど女の子は難しい。こんな甘え方をしてくるのも、まるで想像してなかった。いや、そうだね。ま、あある意味日和だけの甘え方っつっても差し支えないんだろうけど。<laughs> <laughs> カノはカノで、なんか変化球な甘え方してくんのかな。ま、あカノに限らず、全女の子もそうだけど、意外と重たいのはアメリなんじゃないかなっていう そうはあるけどね。それに今の話が日和の本音で本当に老後が不安で仕方ないのかもしれない。いい子すぎて、ふと将来を考えた時に怖くなってしまったんだ。まあ未来なんて考えるだけ無駄よね <laughs>。もう人間なんて未来を考えれば絶対良くないこと。しか想像できないように設計されてんだから、時間の無駄なのよ。よりは大人の思考と配慮ができる。一方でやけに幼い部分もある。その幼い部分は俺にしか見せないのだろうから、ここは兄になって後頭部をよしよしとなった。このまま朝まで一緒に寝てたら、みりさんになんこいつらって思われるかないや。でもミリさんの中では？ 人人は大人の女性好きってていいうイメージがついてるからただの仲良し恋し兄弟としか思われないんじゃないか思われるな家でも一緒に寝てると思われたら良くないし気が済んだら自分の布団へ戻りなさい <laughs> 確かにこれ二次長三んの光景だとは思われたくないねさすがに <laughs> それでも1時間くらいは俺にしがみついてゴロゴロしていたかわいいねふ <laughs> 1時間 <laughs> スパン長もう二日目の主人公戦力になんねえじゃねえか。体力一向に回復しねえぞ。俺と日和の兄弟仲の良さは世間基準よりもちょい上くらいかなと考えていたけど、こちらの想定よりも遥か上を行っているのかもしれない。いや、もともと遥か上を行っていたけど、今回の件でさらに遥か上にいるんだなってことが発覚したけどね <laughs>。 まさかここまでとはバなだったよ。一緒に寝るのはもちろん、こんなに密着しないだろう。世間の兄弟、どうなのもはや小学校高学年になると、女の子の方が成長スピード速いから、どんなに仲良い,い兄弟でも、一緒に寝たりしないよね。トラブルのリドとミカンでさえも、雷の夜ぐらいしか、一緒に寝る機会ないもん。人は疲労困憊で熟睡すると、ここまで接近されても目を覚まさないものなのか。寝起きしようボイス熱いな。<laughs> 一番なさそうなシチュエーションの組み合わせやな。 <laughs> ガチ恋こじらせすぎだってお前 <laughs>。男子高校生の寝顔なんて可愛いわけねえだろうが。教室で居眠りしてる顔は何度か見たけど、こう、全然違うなここまで無防備だとは、なんか、うん、可愛い。あら <laughs> ちょっと昨日の選択肢の一見で、おそらく下の選択肢を選ぶと、カノかアスミかシオかアメリルートをどれかになるってことなんだろうね。だからこそこうやって日和以外の女の子が出れてくれるって感じなのかなじゃあ次アメリチャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ